WZ-34 走行者、サマッカード・パンサーニー WZ-34-34 年式走行者は、ポーランド製の四輪軽走行者である。第二次世界大戦初頭1939年のナチスドイツによる侵攻当時、ポーランド軍走行者の中核を占めていた。WZ-34 走行者は、 もともと創機車式走行車として開発されたものが、送輪式に改修されるという、得意な経歴を持っている。1924年、ポーランドはフランスから、搬送機式のシトロエン・ケグレス B20CV 型、シャーシ135両分を入手した。シトロエン・ケグレス方式のハーフトラックは、戦艦機、サハラ砂漠横断などの冒険で名を上げただけでなく、 軍用の牽引車として活用され、プジョーやシュナイダーによって、これをベースとした走行ハーフトラックも開発されていた。ポーランドでは、フランス本国のモデルを参考に、それによく似たシトロエンケグレス B20CV シャー仕様、走行ボディを自国開発し、WZ-28 走行車として採用。1927年から1930年にかけ、 ポーランドの自動車メーカー CWS 社で90両が製作された。しかし実際に配備を進めてみると、不正地走行能力は思ったほど高くないにもかかわらず、最高速度は低く、ハーフトラックならではのメリットが感じられない、はなはだ不本意な性能の車両であることが判明した。そこで、これらをオーソドックスな送輪形式に改修することが決定され、1934年、 最初の一行によるテストの後、7月には WZ-34 走行車として正式化された。総輪課への回収キットが配られ、1938年までにおそらく87両の WZ-28 が WZ-34 に回収された。WZ-34 走行車は走行装置を除いては、ほぼ WZ-28 走行車のままで、 小型の砲塔には、同じく、ポーランド軍が装備していた、ルノー FT-17 戦車同様、オチキス 7.92mm 機関銃、WZ-25 か、ペトウ 37mm 半自動砲 SA-18 のいずれかが搭載されていた。およそ3分の2が、機銃装備型だったという。車体の走行形状には、元になった。 WZ-28 走行車の初期生産型である、側面が後輪状に被さり、後面が垂直のもの、後期生産型で、幅が狭く後面が傾斜したものとの2種類があった。なお、床面は走行されておらず、木製だった。走行装置には回収の時期により別があり、これによって3種のサブタイプに分かれている。 回収の経緯を考えると、走行形状とサブタイプとは関連がないものと思われる。1939年の開戦時には、騎兵連隊下の11個走行大隊のうち10個大隊が WZ-34 を装備していた。各走行大隊は1個走行車中隊を持ち、大隊本部に1両、中隊に7両が定数だった。乗用車並みの大きさに軽装甲。 弱武装で、この時にはすっかり時代遅れになっていたにもかかわらず、そもそも、ポーランド軍に、装甲兵力が不足していたことから、WZ-34 装甲車は一戦で敵に、立ち向かわざるを得ず、大きな損害を出した。しかし時には敵軍に、混乱や損害を与え、その進撃を一時的にではあれ食い止める働きを見せた。ポーランド戦を生き延び、ドイツ軍に露覚された。 少数の WZ-34 は占領下のポーランドでドイツの警察部隊が使用したほか、クロアチアにも供与されたという。ありがとうございます。